の小回りでは体の下からスキーを外側に押し出すことで可動付けを強め、スキーのしなりと板のサイドカーブを活用していきます。でこの時脚部を曲げていくような荷重動作をするとスキーの上に体が近づいていきます。基本的には外側へ押し出すような伸ばし系の荷重動作を使い、なおかつスキーのテール側、後ろ側を使ってコントロールしていくとスキーの走り、あるいは丸くスムーズなターン弧が描きやすくなります。鉄の場合は主に股関節で鉄面に対しての強弱をコントロールしていきます。こうすることで前側に荷重がかかりすぎ、スキーが詰まるという動きを防ぎ、スキーのやや後ろ側を使って滑らせていきます。飛ぶ斜面での前に詰まらせてスキーのトップ側を使うという動きに対して、静止では脚部をやや伸ばしながら前後の動きを活用することでスキーの後ろ側を使って積極的にスキーを滑らせていきます。We'll be right back.